お待ちください、レオ様。ここは元老院の承認がないと開けることはできません。問題ない、鍵はある。いえ、そういうことではなく。伍長。はい。俺は連王だ。はい。スーパー偉い人間だな。はい、もちろんです。よし、ならば以後口答えするな。いや、しかし。賢明だ、第二連王レオ・ホワイトファング殿。聞いていた以上に柔軟性の高い人間のようだ。どうした、何をざわついている。これから脅威分析と作戦の指揮を取るドクター・パラダイムだ。レオ、説明してもらえるか。彼の名はドクター・パラダイム。バプテスマ13の時に命がけで我々を救った英雄です。見たところギアのようだが、もしや会が国連会議の時に話していた協力者か。ええ、そうです、大統領。まあ細かい話はもうやめにしましょう。今は時間が欲しい。そして今はあのゆりかごを発見し破壊することを最重要目的とすべきです。そのために彼の力が必要だ。その鳥の力が。ドラゴンが鳥ではない。緊急時だから大目に見るが、そこは重要だから以降間違えないでほしい。パラダイムの知識と処理能力は王国の対策室をも上回ります。まずは彼の所見を聞いてもらえませんか。わかった。では一度よろしいかな。連王カイキスクの報告によって、ゆりかごに関する情報は皆もある程度共有できている前提で話をしよう。今回の事件の主犯は元老院だ。奴らはバレンタイン一味と結託。ゆりかごの中にいるジャスティスを復活させることが目的と思われる。しかしまさか元老院まだに信じられん。憂慮すべきことも疑問も山積しているが、我々が第一に把握すべきことはゆりかごがどこに現れどうすれば破壊できるかだ。それがわかるのか。まあ聞いてください。順を追って説明します。まず事の起こりは28日の昼頃、ゆりかごがバビロン上空に初めて出現した。ゆりかごは町の無機物には一切の被害を与えず、周囲の生物のみを消滅させていずこかへ消えた。そして翌日、ゆりかごは黒海北側に再出現。イリュリア正規軍のライル部隊が突撃を試みるも効果なく大敗した。この事象の中で重要な点は3つ。1つ、ゆりかごはどこに消えたのか。2つ、なぜ生物のみに被害が出たのか。3つ、ライル部隊に生存者がいた理由だ。これらの情報を整理すると、あのゆりかごはただジャスティスを運ぶキャリアというわけではない。元老院の乗り物としての役割も持っていることがわかる。待ってくれ、ドクター。ゆりかごが元老院の乗り物だと会の情報にはなかった。ゆりかごの中には人であれ動物であれ何らかの生物がいることが分かっている。だがおそらく人間だ。各国が総力を挙げて分析しているが、そのような報告はどこからも受けていない。それは生体感知ツールに頼っているからだ。成分分析結果にちゃんと目を通してフィルタリングすれば、少なくとも生物がいることがわかる。しかしそれだけでは断定できまい。この件は後に話す内容にも関わってくるのだが、少し話す順番が前後するがいいか。お願いする。注目すべきはあのバビロンを襲ったゆりかごの攻撃方法だ。
結論から言えばあれは攻撃ではない、移動手段だ。すまない、分かるように説明してくれ。よろしい。まずゆりかごは我々の追跡を避けるために姿を消していると考えられる。だがあれは空間転移ではないのかという疑問だな。うん、違うのか。違います。空間転移だとしたら姿を消してから次に姿を現すまでの26時間という時間差を説明できない。本来空間転移とは瞬時に別の場所に移動する手段ですから。そういうことだ。第一、あれだけの巨大な質量を転移させられる方法はない。では一体どこへ消えたというのだ。バックヤードだ。バックヤード、本当にあるのか。いぶかしむのも無理はない。だが私は実際に足を踏み入れたことがある。信じられん。あの神羅万象の世界は机上のものと思っていた。しかしなぜそんなところへ。そいつは簡単な話です。バックヤードへの侵入はこのドクターの力をもってしても容易ではないらしい。だったら我々は手出しも追跡もできない。なるほど。まあバックヤードへの移動方法は理屈としては単純なものだがね。はじめに一時的にバックヤードの空間の一部と現世の空間の一部を交換する。そうして現世に出現したバックヤード空間にゆりかごごと侵入する。最後にお互いの空間を元に戻す。これで移動は完了だ。要するにあの攻撃のように見えた球体はバックヤードの空間が広がっていく姿なのだ。しかしそれではなぜバビロンの住人が消失したのかの説明にはならない。それが2つ目の着目点だ。バックヤード空間に通常の生命が触れるとどうなるか。まさか。そう、チリとカス。バックヤードは神羅万象を司る超超高密度の情報世界だ。通常の生物がその世界に踏み入れれば数秒と持たず自我が悪化して情報分解を起こしてしまう。そしてバックヤードは無機物に対しては何の影響もない。バビロンの惨劇では無機物である建物などは無傷で残っていた。それがかの球体がバックヤード空間であると考えられる理由だ。最後に3つ目の着目点。ゆりかごと交戦し全滅したかと思われていたライブ部隊だが、後に数名の生存者が報告された。同様に例の対バレンタイン兵器オーパスも球体から出てこられたものは全て無事だった。生存者たちの証言によると、一度は球体に触れながらも外側に逃げ出せたということです。そして調べてみれば、生存者たちにはある共通点があった。それは、彼らは全てバプテスマ13の時にカイキスクと共にバレンタインと戦った経歴を持つ兵士でした。初代のバレンタインがイリュリアを強襲した際、正規軍の攻撃は全く通用しなかった。なぜならば奴らの体を構成する崩壊も攻撃のための砲力も我々の知るものとは全く異なっていたからだ。つまりバックヤードに住む者たち特有のものだった。しかしあの当時レイン王カイキスクはいち早く敵の特性を理解し兵を率いて勝利している。それは直属の兵士たちがレイン王からある種の加護を施されていたからだ。その効力が幸いしたと。そうだ。ではオーパスもその加護を受けているということか。おそらくそういうことでしょう。え？ああ違う。調べてみたが簡単に言ってしまえばあれはほとんどギアだ。何？なんだって？我々ギアもバレンタインと戦っている。そして我々は特別なことをしなくとも奴らに対抗できる力を持っていた。その性質に西王朝が目をつけたといったところだ。ギア細胞にまつわる研究は
国際協定で禁止されている。これは問題になるぞ。待ってください大統領、この件は恐ろしくデリケートだ。私も然るべき調査をしてですね、そのとりあえず他言無用ってことでいかがですか。二人とも落ち着け。オーパスはすでに世界中に配備され、全ての国がその恩恵を受けているはずだ。直ちに責任を問われたりはせんだろう。大統領、私の辞書で聞きたくなかったこの万年一位だった彼女の部が今その差を退きました。その辺の事情は私の管轄外だ。この危機を乗り越えた時に人間同士で存分に論争してくれたまえ。さて少々脱線したが、以上がゆりかごの移動手段によってバビロンが崩壊したと考える根拠だ。そして話は戻るが、ゆりかごに人が乗っているとすれば、この仮説の信憑性を高めることができる。聞かせてくれ。先ほど説明した通り、バックヤードに耐性のあるものならば、その世界に触れてもすぐに消滅するわけではない。しかし、あそこは水中や宇宙空間のようなものだと考えてくれ。短時間潜ることはできても、ずっと滞在し続けることはできない。どこかの時点で息継ぎをする必要があるのだ。そうか。消えたゆりかごがなぜ再び現れ、また消えたのか。それならば納得だ。これがカイの言っていた人類との共存を望むギアか。私は会議の時何も知らずに彼を批判してしまったよ。安心してください、それは私も同じです。しかしどうする。ん？ユリカモがバックヤードにいる間我々には手が出せない。いよいよ打つ手がないじゃないか。いや、そんなことはない。最初にレオ殿が言わなかったかな。我々の最重要目的はユリカゴの破壊だと。そして発想を逆転させるんだ。手が出せないということは手を出されたくないということ。ここからは我々の反撃だ。残念ながら今の戦力と準備期間ではゆりかごが移動を開始、つまり再びバックヤードに潜ってしまったら手出しはできなくなる。したがって次の息継ぎの一瞬のみが最初で最後のチャンスだと覚悟して臨んでほしい。では以上を前提に作戦の説明をしよう。次のゆりかごの息継ぎのタイミングとその出現範囲をある程度絞り込んである。ゆりかごの再出現ポイントを取り囲むように各国の精鋭兵力で包囲網を敷く。出現と同時に包囲網を狭め、一斉に全火力を注ぎ込んで集中砲火を浴びせるのだ。ゆりかごごと中身のジャスティスを粉砕するぞ。すごいなドクター。今まで八方塞がりで意気消沈していた兵士たちがあなたの采配で士気を取り戻しつつある。私一人の力などたかが知れている。この団結力は私という異種なる存在を受け入れてくれた君たちの善意が成し得たのだ。参ったな。次の国際会議では私もあなたたちとの共存に賛同するよ。しかし、ゆりかごの再出現まで時間がない。カイたちが参戦できれば心強いのだが、彼らの位置からでは到底間に合わないから。仕方あるまい。ラムレザルの陽動作戦は、フレデリックや連王とゆりかごの位置関係を計算していたのだろう。しかしドクター、問題はあの絶対防壁フェリオンだ。あれをどうにかしないことには、どんなに火力を集中させたとしても無意味になる。その攻略法は想定できている。秘策があるのだよ。なに、一泡吹かせてやるさ。は
本当に用意がいいな。そういえばドクターは私が訪ねた時にはすでに多くのことを知っていた。なぜだ。それか、実は君が来る前に客人が来ていてね、いろいろと聞かされていた。客人？私が鍵を開けるまであの部屋に入れるはずがない。普通のものならばな。だがその人物がゆりかご攻略の切り札となる。フレデリックが何というかだが。ドクターパラダイム、バーノン大統領とつながりました。うん。注文通り旧式のビーコンを用意した。これを指定場所に設置すればよいのだな。うん。予想ポイントを中心に円状に設置してくれ。用意できる数を全て使い切っていい。我々ができることならば何でも協力するが、本当にこの作戦は成功するのだろうか。成功させるんだ。出現予想ポイントは見晴らしは良いが目印がない。それに例のものの到着までおよそ22分程度の時間がかかる。ゆりかごの出現を待っていては間に合わなくなるからな。わかった。今各国の防空識別圏を一時的にクリアにして、ダダをこねる連中もいたがね。あとはゼップの準備が整えばオールクリアだ。了解した。ありがとう。ドクター、何をする気なんだ。あのインコ野郎、とんでもねえことをあっさり言いやがって。親父、マジでやるのかよ。完全に俺向きの仕事だからな。まあ存外嫌いじゃない。あのインコが作戦の切り札ってやつを明かさないのは気に入らねえが。ソル様、こちらが明日の搭乗機体となります。おう。外敵かどうか知らんが、空の旅ってやつを楽しんでくるさ。